黒すみれさんが、ついにとんでもないことを、言い始めてしまいました。私は先日、YouTube のコミュニティで、こんなアンケートを行いました。富士の話題と、30日間同棲したら30万円、やる、11%、やらない、89%。いやむしろ、やると答えた人が、11% もいることに、驚きですよ。ある意味で、肉体労働より過酷ではありませんか。ちなみに富士の話題と関わらないというのは、直接関わらないという意味であって、当たり前ですが今後も監禁していきますので、よろしくお願いします。堀口くんの件が落ち着いて、他に優先するべき事柄がない時に、富士おじをゆっくり監禁しようかなと思います、で、のアンケートに対して、黒すみれ様が、こんなコメントをしました。やるのか、困惑。こいつすげえ変態だぜ。じゃあ、本当にやってくださいね。さようなら。黒すみれさん、その後、黒すみれさんの姿を見た者はいませんでしたとさ。それと、私は以前、コミュニティにこんな投稿をしました。人類の黒幕、黒すみれさんのチャンネルです。皆様もチャンネル登録しましょう。黒すみれさん、絶対に許さない。要は黒すみれさんのチャンネルを宣伝することによって炎上させようと画策していたわけです。すると、黒すみれさんから次のような長文コメントが届きました。少しずつ紹介していきます。ご紹介ありがとうございます。しかし、何か問題行動しましたでしょうか。全く身に覚えがございません。あ、身に覚えがありました。嘘つきました。X で、霊足の生声は、キースさんだと、またデマを流したことについては、お詫びいたします。アルミホイル系の人の間では、ギース様は小川社長の奥様、という設定になっているのではなかったのですか。小川社長の奥様が、あんな低い声してるわけないだろ。いい加減にしろ。いや、別にギース様は、小川社長の奥様でも何でもないと思うのですが、風評被害やめてください。ギース様は関係ありませんので、これは確定10年の刑に処さないと、いけませんねー。つい、リバイコのアンチに騙されてしまいました。さらにあの動画を見て、あ、霊足、もう5倍速レッサーに触れないんだ、と誤解しました。それに関しては、私も言葉不足な部分が、あったので申し訳なかったと思っています。ただあれだけ気候を披露しまくっている5倍速レッサーを私が監禁しないわけないでしょ。この通りです。どうか許してください。ボロン。その後、好き嫌いでレイヤーさんが5倍速レッサーに開示されたなどと書き込まれていたので、そのデマも信じてしまいました。好き嫌いの書き込みをまま受けるとか、お前富士の話題かよ。熱い賞賛。口だけ嘘つきおじさんの富士おじが、開示請求なんてするわけないでしょ。というか私としてはむしろ、富士おじに開示請求された方が、メリットが大きいので、やってほしいぐらいなんですけど。というわけで富士の話題さん、今すぐ私を開示請求してください。お願いしますなんでもしますから。その後、霊足が動画にはしないと言っていない、とおっしゃったので、思わずギースさんに、騙したなぁ、霊足が辞めると言ったから、新薬くんも、動画にしないと言ってしまったじゃねかかぁ、と DM にて八つ当たりしてしまいました。これらの悪事をすべてここで終わりいたします。いや他の方々は、全然富士おじをこすっていただいて構いませんよ。新薬くんも気を使わずに、好きにしていただければ、と思います。最後までご視聴ありがとうございました。